今年も残り6日となり、兵庫県内各地で迎春準備が進んでいます。世界文化遺産の国宝姫路城では恒例のジャンボ門松がお目見えしました。姫路城では来場者に新年を豪華な気持ちで迎えてもらおうと、毎年この時期入場口の前に巨大な門松を設置しています。今日は午前9時ごろから造園業者が作業を行いました。直径1メートルほどの竹で囲んだ土台の中に高さ5メートルの赤松と黒松を設置し、紅白のハボタンや南天、熊笹で飾り付けました。訪れた観光客らは作業の様子を見守りながら、一足早く新春の雰囲気を楽しんでいました。すごい大きくて感動しました。今日空も綺麗なので、すごく映えて綺麗でした。このジャンボ門松は来年1月15日まで設置される予定です。